さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするサブンデゼットの 1.0 忘れのお時間がやってまいりました。またつまらぬものを切ってしまう。いや、あの前回のね引き続きでございます。私ですね、前回、こちら刀をですね作らせていただいたんですけど、まだ品質がこれ2だったっけな、1か、まあ、1だし、まだそんなにスキルも取って、いや取ってるのはディープスカットの4と、これ取ってるバラバラスライス&ダイス取ってるんだけど、そんなだな。いや、ゾンビが強すぎる。まあでもショットガンと比べると、やばい、ロードが固まってる。っていう、あ、ここ拾ってないな、ルート袋。あ、ナイス。え、解体してこれ回収します。いやでも、まあ、フェラルにじゃあ使えるかって言ったらちょっと使えないかな、これ。あー、微妙な感じだったとね。どうしようか。まあ、今日付的にも今12日で、次のフェラルが14日第2回目ですからね。で、これ左上のこの数字が65って書いてある。これ私の今のレベルってことかな。クエストは今ティア4に突入しておりまして、他の習熟クエスト、これ毎回言えないんだよな、習熟クエストもまあ進めれるところはちょこちょこ進めていってるような感じ。建築習熟クエストがだいぶ来てるか。鉄を回収する、原鉄を回収する、ダクトテープ、あー作るですね。はいはい、まあ、これを回収したり進めようとも進めれるんですけども、あとスキルポイントも取れるだけ取ったと。で、作れるもの系も武器も結構作れるもの結構解放したので、こっちかな。でバルカンがずっと作れないよね。デザートイーグルも結局ハンドガンのクラフトスキルが進んでないからダメで、あ、なんか増えてるぞ武器。ガーランド、あー、ライフルか。ライフルは作ってみたいんですけど、結局あれやもんね、フェラルには使えない。ウィンチェスターとかも強そうだ、一撃強くてもってところあるよね。あ、タクティカル AR 品質6までいけるわ。ダブバレー、モスバーグ、これ一緒だってもね、火炎放射器作ったし、あー、単重心のダブバレーか。あと他作れる、このデザートイーグルの色がかっこいいっていうか、このね、わかる、スキンっていうか、これかっこいいですよね。銃口がすごい燃えてる感じがするね。あとはドラグノフ、これ欲しいな。なんだっけ、これ PUBG でしたっけ。ドラグノフめちゃくちゃ強いイメージあるんですよね、この形のスナイパーライフル、ロイヤルエンフィールド。あとはロケランとかっすもんね。うわ、これとかもめちゃ強そうじゃない。アークテック、アークティックボーフェアライフル、あー、対戦車ライフルみたいな、対物ライフルみたいな、ここら辺がそうなのかな。ライフル系もめちゃくちゃかっこいい見た目はしてるんで、この辺も作りたいんですけど、まあ言うてロケランか。いや、こっちのね誤射したロケラン、弾は今ないから大丈夫なんだけど、これはある。いや、そろそろロケラン作ってもいい。いや、でもロケラン作ってフェラルあんま使えないですもんね、言うて。あのもう野戦で下に落ちた瞬間にアウト。だからちょっとそんなことより、今作れるものといったら、もうほぼ作れるものはだいぶ作ったので、今はもうスチールだよね。フェラル用の準備をどんどんしていかなくちゃいけないので、もう普通に、あ、空床できてるな。空床はこっちかな。あ、こっちに空床つけてなかったんで、こっちもルツボ入れたからいけるようになって、一旦まだセメント焼いてる感じで、セメントミキサーにセメントを作ってますね。いや、時間かかるね、セメントミキサーもね。なので、できることといったらこのぐらい。あ、 HD のセメントミキサーも作れるんじゃない。 HD セメントミキサーみたいなありませんでしたっけ。あ、ほら、 HD セメントミキサー、あれ、これ今のやつがセメント HD セメントミキサーか、これ。あ、そうだね、 HD の方これ作りましたね、そういえば。こっちのセメントミキサー、あー、だから作るにはもう一個いるってこと。このスピードだとちょっと足りないですよね、ちょっと遅いね。これツールがないからかな。あ、ツールがないから遅いんだ。これツール作っていきましょうか。これでもうちょっと爆速になるんじゃないかな。これ3つ、何がいるかはちょっと全然わかんないんですけど、見た目ツール系はセメントミキサーのツールはどこで探せばいいんだ。あ、これとかかな。これもさっきイラストアイコンあったな。ドラムアップグレードとお気に入りに入れて、これもだね、フィッティングアップグレード。あと見た目的にはどれが必要なんだ。
これフィッティングでしょ。このなんかエンジンみたいなやつも必要っぽいんですけど、これかな、モーターアップグレードパーツ。じゃあこれら3つをちょっと頑張って作っていきましょうか。まずは、ドラムアップグレード、炭鉱が150。いやもうさスチールこのタイミングで使わせる、スチールもないんじゃない。スチール150。いや結構スチールももう貴重品になってくるっていうか、フェラロ用にいろいろ取っとかないといけないって。まあエンジンとかはいいとして、エンジンオイル布切れ、エンジンオイル布切れ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ったオイルとか布切れとかさ、根本的ななんていうの、素材がない。見落としてない、オイル使い切ってます。私ダクトテープとかでオイルって使い切っちゃってるかな。なんか基本的な素材がない、圧倒的に。うっそ、いやこれ車解体案件じゃない、このまま行くと。いや結構使っちゃったかな。いやもう刀作りたいとかさ、銃作りたいとか、必死に車作りたいとか、ジェットパック作りたいとか、いろいろやったじゃないですか。そのせいでなんか基本的な素材アイテムが全然ない気が。いやもう出たもんこれ、オイルない。まあでもオイルは確か作れましたよね。オイルってほら作れるんですよ。オイルは作れる。オイルシェールからオイル作る。あ、そのまんまか。ちょっとオイルシェール半分ぐらい使って、オイル210個。あ、めっちゃ作れるじゃん。じゃあこれオイルはこれで解決するけど、で、布がないのか。布切れはさすがに、いや作れない。紙は作れるんだよね。布切れは回収してこないと。なんか、刀じゃないか、ジェットパックなんかの時に必要だった気がするくらい、必死になって集めた気がする。ちょっと素材集め、布と紙、あ、紙はいいか。布だね。ちょっと最近に、近所からちょっと布集めてきます。夜になってしまったんですけれども、13日目になりました。突入でございます。あと2日でフェラル。で、一応布は234枚と、あといっぱいいろいろ集めてきたので、ついでにルート袋、バックパック拾ってんじゃん、知らない間に。エンジン3つ。まあ、フリー探索というか、ざっくり漁った割には結構いいもん、モンジャンジョン状態ですね。ねえ、ペーパーも397枚。あ、いろいろ集まりましたね。オイルも114。あ、結構集まったな。ってことで、あとは今炭鉱がないから、これで炭鉱が揃って、まずは、これでドラムアップグレードツールが作れるようになったと。で、続きまして、これエンジンはあるし、炭鉱だね。圧倒的炭鉱不足か。1個だけじゃこれ炭鉱足りんすね。あーてかもう鉄がないのか今。さっき分解したので多少はあるんですけど、こっちはセメント焼いてるんですよね。粘土とセメントを積極的に焼いてて、鉄か、鉄不足だな。っていうかちょっと待ってください、品質後の M60 拾ってる、知らない間に。どういうこと？スナイパーライフルは拾ったなってのはなんとなく分かったんですよ。まあ連打していろいろ見ていくじゃないですか。品質2だったから、あ、これはありがたい拾い物してる、知らない間に品質後のM60 拾ってら。 OK ナイス。じゃあこれ改造して、まずパーツ外します。で、あ、ちょっとこれも外して、で、品質後の方改造します。で、これにつければえんちゃん、これ何でしたっけ、動物へのダメージか。ならこれを4つついてる状態で完了。で、品質後の M60 いや、これだいぶ強くなったんちゃうんですか、これで。よし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 よ。まず1個目、ドラムアップグレード、炉内クラフト速度がプラス 50%。 あ、これ結構でかいかもよ。これをじゃあここにくっつけて、で、コンクリートミックスを混ぜる。だいぶこれでコンクリートを作る速度は上がってきてると思うんですけど、まあでもフェラル前日はあれだな、炭鉱がもうそもそもまだ全然焼き切れてないから、パーツがまだ作れませんので、強化前以前の話ですもんね。これ鉄掘りだな、ちょっと鉄掘ってきますわ。よーし、鉄掘り現場来ました。いや、じゃあ掘りますか。よし、ひとしきり掘りまくって、一旦これで 42,399 まで溜まったので、この状態で一回戻りまして、戻ってまいりました。で、焼けてる、連鉄炭鉱で、これでもう一個フィッティングアップグレードツールなるものが作れるので、これをクラフトしてお気に入り外して、あとはモーターアップグレードか。
俺を追跡、いやまた炭鉱がいるって言ってくるわ。でさらにまた鉄焼けてますから、でこの鉄をまず半分にして、これを3等分にして一気に鉄を焼く。もうちょっといけますね。もうちょい焼いて7000、7000、7000、7000、5000で下のこっちでもるつぼもあるので、こっちはこっちでまた焼きますか、鉄を。でそうするとダブルで連鉄炭鉱の方ねが上がるので、これで2倍速実質。もうちょっとかまど増やしてもいいかも。でもあんまり増やしすぎるとさっちゃんすごい叫んでくるからなっていう問題もあるんですが、あとはセメントミキサーで、これでダメだ、これでパーツをくっつけたいんですよ私はね。えい、できました。この、炉内クラフト速度がプラス 50%、 おこれで 100% アップってことじゃないですか。倍速の倍速、これで今 50%50% でめっちゃ速くなってるんちゃうんですか。どう、いや倍速になった気がする、なった気がする。でもう1個つけたらさらにもうプラス 50% ってことでいいのかな。でも今日はですね13日目なので、迎撃拠点の方も作っていかなくちゃいけないんですけど、これ見てください、このテスラフェンス、これ強そうじゃない。これテスラフェンスは全体的なパワー、ダメージ、全体的な追加 HP を除いて電気フェンスとほとんど同じように機能します。これに巻き込まれると死が訪れますと。これつけたいよね。まあ、電気系やんなくちゃいけないんですけど、そもそもこれ作れるのか。スチール磨き、連鉄はいっぱい作ったんであると、電気部品と機械部品もなんとかあります。バネもおそらくあるでしょう。スチール磨きってどこで手に入れるんだこれ。あるわ、スチール磨き、チタン合金。え、チタン合金って何、チタン合金なんて見たことない。あー、チタン合金作れるわ。真鍮のインゴットとチタンインゴット。お、インゴットってどこで作るんだ、こっちか。この HD 炉で作れるわ、真鍮インゴット。あー、ここで使うんだ。え、石溶かしてないけど、同時にこれ石も溶かした方がいいね。5万、え、こんくらい、3万、こっちでじゃあチタン、真鍮インゴット、あ、真鍮溶かしてないんだ。あー、そういうことか。こっちはセメントよりね石溶かしてたんですけど、こっちもどっちにしろあれか、全部使い切ってるかセメントで。あー、ついにいろいろ細かいの出てきましたね。真鍮インゴットなるものがこっちはこっちで作れる。11個作ってみましょうか。あ、これは出来上がるの早いわ。あ、めっちゃ早い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 。ってことはこれで、さっきどこで見ました私今、チタンインゴット、チタンインゴット、チタン合金を作るためには真鍮インゴットとチタンインゴット、チタンインゴットはどこで作るのこれ。これは炉でいいのかな。え、チタンインゴット、チタンインゴットって何だ。え、炭鉱のことじゃなくて、チタンはチタンでインゴットがあるってこと。え、あるわ。あ、鉄使うんだ、10個ずつ。あ、鉛も使うってさ。ちょっと待って、これスチール磨きを作るチタン合金、ちょっと待って、いろいろとなんかパニックになってるんですけど、一旦まず、私が欲しいテスラフェンスを作るにはスチール磨きが30個必要で、でスチール磨きを30個作るためにはチタン合金が30必要で、チタン合金、違う、スチール磨きがね、チタン合金が30いるってことはチタンインゴットも30あればいいってことですよね。だから真鍮インゴットが今11個あるから残り、19まず作って、これ1分の1でできるか分かんないですけど、チタンインゴットも30あればいいってことでしょ。これ今な、そっちで鉄をあんまり使いたくないんですけど、これでいいわけでしょ。インゴットはめっちゃ早いね、これ。チタンインゴットも真鍮インゴットもめちゃくちゃすごいスピードでできてくれるから気持ちいいんですけど、それは唯一ありがたい。で、あとは炭鉱にしときましょうか。炭鉱をこっちで焼いて、こっちも炭鉱焼いといて、で、これで問題ないはず。で、チタン合金を30個、1分で作ると。で、そうするとスチール磨きが結果、砂があれば作れると思うんで、俺できた。これでね、いけるでしょ？あ、俺スチール磨き。あ、いける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 。これで何個ずつできるかわかんないですけど、まあ多分1分の1でしょうね、きっと。あれ、チタン合金は1分の1じゃなくて、1分の2できますね。1個作ると2個出来上がるわ。あー、じゃあチタン合金、なんかスチール磨きがいっぱいできちゃったな。ちょっと何に使うかわかんないんで、ちょっと材料ケチってちゃんとぴったりで作っていきましょうか。これでスチール磨きも OK で、そうするとテスラフェンスはスチール磨きが30あればいいでしょ。
あこれは1分の1ずつですね。あよしよしよし、これなら作れるぞ。テラス、テラスフェンスじゃないわテラスフェンスってなんか優雅な感じになっちゃうじゃんね。テラスフェンスじゃなくて庭を囲いたいわけじゃない。テスラフェンスを作れるね、これでね。よしよし、あとはバネですね。そうこうしてる間にモーターアップグレードツールも作れるので、このモーターアップグレードも作っておきましょうか。スチル磨きの次ですね。あスチル磨きはでももう完成する、完成というか全部これ手に入りますね。3、2、1、これで必要な分がいって、これでテラスフェンスじゃなくてテスラフェンス、これも作れると。よーし、一石二鳥でね。私ねこれ大容量金庫っていうのも作りたかったんですよ。これ結構ね拠点攻められて気づきました。ここの拠点、あの木から全部セメントに変わってることで、一部スチール作り始めてるんですけど、結構お散歩とかね、さっちゃんがまあヒート値上がるじゃないですか、焚き火こう焚いてると、焚き火っていうかかまどかやってると、で結構ボコボコになって、ちょっとこのストレージぶっ壊されそうって冷や汗かいたんですよね一回。なのでこの大容量金庫ってすごい硬そうだから、これもちょっと今回作れそうだったら作りたいな。そうするとこの大容量金庫のスチール磨きが結構いっぱいいるから、ってなると結局さっきのチタン合金か、これをまた作んなくちゃいけないと。これで今スチール磨き30できるんですけど、チタン合金が2個1だから1個作ると2個できるんで、真鍮のインゴとチタンインゴットが残り10ずつあればいいのか。あそうか、で次鉛が溶けてないっていう話になるんだね。あーうまいことできてますね。じゃあ鉛もちょっと溶かしておきましょう先に。 OK、 これでチタンを10個作って、あその前にモーターアップグレードできましたね。よし、これでセメントミキサーが最強になるんじゃない。モーターアップグレードはクラフト速度プラス 50%50%50% で 150% の速度でコンクリートミックス作れますね。こっちのコンクリートバリアとかモジュラーウォールとか、この辺もちょっと作ってみたいは見たいんだけど、コンクリートミックスがそれには必要と。これまずちょっと待って、1個ずつ作ってみますか。コンクリートバリアとかモジュラーウォール、この辺ちょっと作ったことないんで、一旦、コンクリートミックスを使うんですよね、ここを作るためには。どっちが強いのかって感じ。これ二重なのかな、ウォールって。素材値的にはこのコンクリートミックスが200でウォールは350、倍 1.5 倍使うんですけど、このコンクリートバリアを上下になんか作ったようなイメージだな。はい、ってことでまず1個コンクリートバリアできました。これのサイズ感ちょっと見たいよね。これがどう、ああ、普通のコンクリートバリアね。あ、これだと飛び越えられるからってことかな。3マス分いけるってことか、コンクリートバリア。あ、結構これはこれで強いかもな。拠点の周りに置いとくといいかも。これ2段、2段構えとかにして。あ、ワンちゃん来てるな。ちょっとワンちゃんやっつけて、これ皮がもらえるんで、ちょっと、ワンちゃん、あいやもうこれなんだよね。連射しちゃうんだよな。まあこれはこれでしゃあないと。で、あ、来ましたね。次、コンクリートウォールです。コンクリートウォールは3マスどうよ。これは置ける？あ、ちょっと思ってたんと違うけど、これは1マス、2マス分で縦2個か。あ、これで囲うのも強いかもね。これちょっと拠点のここにこう置いてみる。ほら、あ、結構強いかもよ。これいくつの耐久？ 5000。 あれ？コンクリート5000。あー、微妙だな。4マス分いけるっていう、まあ、一気に拠点を囲えるっていう話か。あーでも耐久はコンクリートなんだ。これ強化できたりとかできないのかな。強化はハンマー持って、あ、できないんだね。あーそういうことか。ここら辺はだって強化できるもんね。あ、やべ、強化しちゃった。あ、スチール磨きがあったらさらに強化できるわこれ。お、ほら見て見て、さらに、え、さらにできるっぽいよ。え、でもスチール磨き使いたいんだよな、金庫で。とりあえずまずはテスラウォール、違う、テスラフェンス、これが今完成しますんで、ちょっとちょっといろいろこういうのも使っていくとおもろいですね。あー、できました、スチール磨き。スチール磨き1個あればこれ強化できる入り口とか、いや違うね、多分2個3個10個ぐらい使うのかな。これ4つできました。いやでもちょっともったいないね。でも1回強化したいな。いやでももったいないな。じゃあだからチタン合金と真鍮インゴットか、チタンインゴットだね。この2つが結構要になってきますね、作るには。
あー、分かってきました分かってきました。じゃあクラフトしてる間、ちょっと今売れるもの売れないもの、いろいろお札とか売れそうなものも溜まってきたんで、ちょっといらないもの一旦トレーダーハウスも開いたことだし、ちょっと素材系も変えたら買いたいですよね。ここまで来るともう時間もないで、お金結構今ね余裕でできてるんですよ。言うて、あ、コンクリートミックスここにいっぱいあったわ、んーっていうのとかも含めて売れそうなもの売りに行きます。で、今の所持金が2996円で、集めるの大変そうな炭鉱も売ってんじゃん。いや、でもちょっと炭鉱を買う前に連日も売ってますね。他に欲しいもので素材集めるのがおいおい大変になりそうな、特に布が欲しい。あー、セメントミキサーも本体売ってますね。これ作るのが大変だから、サクッと手に入るのはありがたいんだけど、でも特になんか買いたいものもないですね、一番近い目の前のトレーダーでは。ってことは、今増やせるだけ増やしたいので炭鉱も買っときますか。炭鉱、連鉄は別にいらないんですよね今ね。あと本系かな、本系とかも買っときますか。よし、衝動買いのお買い物済みました。ナイフガイド、ハンディーランド、技術の惑星、タクティカルウォーフェア全部読んで、今スキルは、あ、4ポイント使えるようになってんじゃないですか。この辺もちょっと振ってきますか。で、解体専門家を上げない限りは爆発死が出ないんで、ここら辺も上げたいですよね。ロケラン最終的には作りたいですもんね。ただ他ここの列、ショットガンの列はカンスト気味なので、大きく早くコンボスレッジハンマーは使わないからな。ヘビーアーマチも上げて、ラバーもマックス、マスターシェフはいいとして、69年とか大鉱脈は全部マックスまで振ってあるんで、ここの列はいいね。次はマシンガンナーの列も行ってる。ライトニングガンとナックルは使ってないもんね今格闘家。狩人、高熱、自給自足、痛み耐性、治癒、有酸素運動、ここら辺も全部取ってるもんな。結構スキルも取れてきてますね。ガンスリンガーは今9ミリ使ってないから、ディープカットだ、この辺最後伸ばしたいのか。で、パルクールも2分の4で、これ4分の3まで上げとく。ラン&ガンもトリガーリロード系はやっときたい。で、あと残り2ポイント。知能の部分は全然進んでないのか。コードエンジニアリング、ピッキングとか、ブツブツ交換。絶妙なラインですね。であれば逆に解体伸ばしていくか。ね。そうだね。ここで2個取ってきますか。よし、スチール磨きがこれでできてますから、これだけ全部スチール磨きにすれば、30の20で、金庫作れるんじゃない？これ50でしたもんね。よしよし、作れるぞ作れるぞ。さあ、これで今、全部集まったので、大容量金庫4分かかりますが、頑張って作りましょうか。ということで、大容量金庫が完成いたしました。さあ、これを設置していきましょう。これでもせっかくだから床、あ、3マス使うんだ。でか金庫。あー、この上に乗っけてても意味ないですよ。下が崩れたら崩落しちゃうので、どうしよう。どこまで大容量なんだろう。一旦ここを外して、こっちに荷物横に移し替えきれるかな、これ。縦列増やすか。ここの床壊しの、ここ壊しの、で、ここに、すっぽり金庫が2マスでよかった、収まりましたね2マス。さて、大容量金庫、これは硬いんでしょ。まず硬さだよね。あ、2万、これは5000、あ、4倍、あー、硬さは完璧ですね。さて、問題はこの大容量具合、いきましょう。オープン。いや、普通that